ADMJTV 島田です。そして小林です。よろしくお願いします。本日は大阪高島屋さんの営業再開を記念しまして、はい、大変長らくねお待たせいたしましたが、スペシャルアイテムをご紹介させていただきます。はいはい、マジックライト。そうなんです。マジックライトのシリーズのこちらの二方なんですけれども、はい、数に限りはありますが、はい、ご購入のお客様になんとこちらの ADMJ オリジナルサングラスをプレゼントしようという企画ですね。かけちゃいますか。はい。こんな見合ってなんかお互いのサングラス姿を見合って笑ってる私たちも申し訳ございません。でもこれ ADMJ オリジナルですごいかけ心地が良く、はい、前にも記念でプレゼントさせていただいたことがあるんですけれども、はい、大好評でしたよね。はい、もちろん、かけないわ、私っていう方はね、こうやってバックチャームとして。そう、もう季節がね、はい、夏だっていう感じが出ます ね。はい。島田くん、バッグをぜひ、ご紹介いただけますか。はい。こちら、マジックライトという呼び名の通りも、持っているのかどうかっていうぐらい ね、本当に軽いバッグですね。魔法のように軽いってことですもんね。はい。はい。そして、このように、シリコンワッペンにロゴが入っていて、はい、そこにはシュリンクの補強の革が入っています。はい、そして何といってもこのシリーズはこの千鳥ステッチがすごくデザインとして効いているんですけれども、ねはい、なんと ADMJ のバッグを作っていただくためにミシンも改良していただいたと。はい、それによってこのステッチが入れられるようになったという商品ですね。はい、で、ハンドル部分と中のこの口元の部分には革が使われているんですが、はい、まあ、オープン等々を気にされるお客様には、はい、なんとこのセドームポケットが被せになるというバッグでございます。はい、中にね、スナップボタンがついているんですが、つけていただくとこのように。ちゃんと2機能に、はい、見えない仕様になっています。はい。はい、本当に季節感を感じていただけるね、はい、バッグ。そしてこちらが。はい、こちらは、はい、こちらは、素材は、ミッド社の素材ではないんですけれども、はい、こちらもマジックライトのシリーズで軽くお持ちいただけます。で、ハンドルと内側のこの部分がシュリンクレザー、型押しで仕上げております。そして、はい、両側ファスナーポケットがしっかりこのようについております。オレンジも効いていて可愛いですね。はい、そうですね。パイピングはオレンジになって。はい。そして、ファスナーポケットのこちらの片方の内側のポケットが同じように、フラップの蓋となって、機能になって、はい、かなり、上側の部分しっかり、このように、隠れますので、はい、中身が見えたくないわ、という方は、こちら、蓋としても使いいただけます。素晴らしいですね。私、この黄色が欲しいです、島田くん。はい、私も、松戸さんに電話しようかなって今思ってるぐらいなんですけれども。そうですね。数量限定なので、はい、小林さんとはいえど、はい、お店に電話をかけていただく。なんか大阪の直通電話ができたんですよね。そうなんですよ。はい。大阪高島屋2階 ADMJ の売り場なんですが、はい、06-6632-9778。こちらがブランド直通の番号になりますので、はい、弊社スタッフの松戸とハンが対応をさせていただきますので、はい、ぜひ動画を見た方はお早めにお問い合わせいただければと思います。はい、そうですね、このサングラスのガラスのカラーもなかなかちょっと通好みな、うん、そうですね。真っ黒じゃないんですよね。はい、なので、これ、サングラスマニアのデザイナーの小林が考えて、はい、なんか人格変わったように、さっきからこれかけると、なんか違いますねって言ってますけど。そうですね。なんかこう、恥じらいがちょっと減ると言いますか。もうごめんなさい。笑いすぎでした。大胆になりますね。そうです。はい。自分が、こう、目の動きが見えないっていうことですか。そうですね。見やすくないですか？そうなんです。結構、外から見るとすごく暗いレンズのように見えますけれども、はい、全然、かけてると、そうですね。はい。逆に見やすいというか、はい、この季節にね目を守っていただきながら、バックチャームとしてもお使いいただける、ADMJ オリジナルの日本製サバエですよ、サバエで。そうなんです、サバエで製造したサングラスですね。はい、好評なので。前回でもね、小林さんが大阪高島屋さんの販売応援に入らせていただいたのがもう4月の下旬でしたかね、ちょうど。そうですね。ADMJ。はい、大イベントをやっている最中、多分ご来店を楽しみにされていたお客さんも多かったであろう、はい、あの週の途中で
イベントが終わってしまったということで申し訳ございませんでした。ね、お詫びと言ってはなんですが、はい、このスペシャル企画をご用意させていただきましたので。ね、いや、間もなく夏が来る梅雨をもう通り越したいですね。はい、そうですね。なんか元気になれる一品をお酒の島屋に、はい、私たち投入しますので、ぜひ、ご覧いただきたいなと思います。はい。はい、それでは、動画を見た方、早めにお問い合わせをお待ちしております。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。